形線素編は、形線を文字の組み合わせで表記するために、形線を複数の部分に分解しそれぞれに与えられた字型、あるいはそれらの符号位置を示す。形線素編が使用されたミッドナイトコマンダーの画面、表や枠などを作成する際に、それらを区切るための形線をコンピュータ上で作成するために編み出された文字である。古くは、 ワードプロセッサや PC-98 などの時代から存在しており、JISX0208 にも含まれるようになった。ワープロソフトや表計算ソフトなど、計算素片と別体系で計算を描画できるソフトが普及したため、一時出番を失ったが、電子メールや電子掲示板など文字しか使用できない環境において、その存在が見直されている。 一般的な PC の BIOS 設定画面コンピュータの世界において古くは文字のみしか表記できなかったがそれらのみで計線を表記しようという試みはされていた日本語ワードプロセッサにおいて記号を使用して計線を引く手段として計線素片というものが考え出された PC-98 では計線素片が1バイトの半角で 表現されており、キーボードの GRPH キーを使用することで入力が可能だった。1978年に規格化された JIS の JISC6226 から1978には含まれていなかったが、1983年に改正された JISX0208 から1983では、不合意値が与えられた。この形成素変を文字コードに入れるという考え方は、 日本以外の漢字件にも伝播していった。欧米でのコンピュータにおいても8ビットの文字コード内に経線素編を入れる規格も現れた。PC などの BIOS の設定画面においても使用されることが多い。2000年に規格化された JISX-0213 では地下用計線素編が追加された。98経線と言われているものは2種類ある。 PC-98 シリーズでは1バイトで、継線を表現する仕組みがあり、GRPH キーを押しながら入力することで、可能となっていた。含まれる記号は、縦横網羅する再継線、太子継線とその組み合わせ、縦及び横の細破線、太子破線、表内の横二重線である。JISC6226 における空き領域であった12区に入れられた継線。 ハックの1点から32点に入れられた、形線素編。含まれる記号は、縦横網羅する再形線、太し形線とその組み合わせである。縦書き時には90度時計回りに回転した字型となる。ジス X-0208 に含まれる形線以外に、歯科用記号を表記するのに必要であることから、入れられた形線がある。ジス X-0208 の形線と、 河川及び上線との組み合わせで使えるようにしてある。形線に重なるように丸や三角、波をつけたものも含まれる。7区の34点から48点が使用される。ユニコードでは U プラス2500から U プラス 257F の形線素編ブロックに128の形線素編を収録している。また、その他の技術用記号ブロックの U プラス 23BE から U プラス 23cc に、歯科用軽線素編が収録されている。ジ i s x 0 2 1 3における、軽線素編、PC-98 シリーズの軽線素編などを、含んでいる。ありがとうございます。